はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。夏真っ盛り、ですね、私ちょっと今日お台場、仕事場がお台場でここにたどり着くまでに浴衣姿の女性をですね、何人も、見てきましたけど、あ、本当いいですね。日本が世界に誇る、美しい姿の、浴衣の姿の女性、700人ぐらいですかね、1000人ぐらい見てきたんですけど、まあ、本当今日は各地でね、花火が上がるイベントがたくさんあると思うんですけども、私のそのお台場の近くでですね、コミケ、今日は漫画に携わるちょっと話をしようかなと思ってるんですけども、まあ漫画、私たちのその子供の頃の、そうですね、例えばあのサイボーグ009っていう漫画があったんですけども、そこに、登場する、フランソワっていうですね、003っていうそのキャラクターがいるんですけども、まあ何ですかね、その各サイボーグに能力があって、そのフランソワの能力っていうのは耳がよく聞こえるんですね、よく聞こえる。で、なんていうんですかね、まあ、女は地獄耳という、そういう、なんていうんですかね、と、ちょっとこれでですね、このサイボーグ009っていう漫画は失敗してしまうんですよね。どうしてもその、大ブレイクまでいかなかったその理由として、まあ、女性読者と、女性視聴者を敵に回してしまったというちょっとあの反省があるんですね。まあ世界共通のですね、民族とか、文化とか宗教を問わず全人類の女性の共通点であるこの女は地獄耳っていう、そういうことを、出してしまったからちょっとあの失敗してしまったと。で、その反対に大ブレイクしたあのファーストガンダムなんかを見てみると、すごく女性キャラの活躍っていうのが見受けられるわけです。その何て言うんですかね、そのやっぱりそのなかなか、女性のその活躍っていうものをアニメーションの中でも盛り込むと、まあ、大ヒットする漫画であったということで、まあちょっと杉田さんの、ね、話になるんですけども、まあ私小型はどっちかというとこの小委員会の中で皆さんあんま好きじゃないんですよ、杉田さんがね。私は逆にこの人の考えをまあ支持するっていうか、いいんじゃないかなって思うんですけども、その中の一つに、男女平等は絶対に実現し得ない反動男の妄想ですって言ってるんです。これその通りじゃないですか。いいこと言ってるじゃないですかって思うんですけどね。で、あとまた本来日本は男女の役割分担をきちんとした上で女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です、その通りじゃないですかって俺は思うんですけどね。何も間違ってないでしょ。私はだから逆にこの、まあこの後ですね、反省会があるんですけども、その中でもうちょっとまあ議論が深まると思うんですけども、今日の、論点にしたいと思います。以上です。